なんか封筒からいい匂いがする。え、ちょっと待って、嗅がないで。これは禁欲増強の高校。いや、なんでそんなのわかるの。前に勝利先生に教えてもらって。ああ、操船儀式の準備手伝ってくれたもんね。確かその時の話では、甘くて夢にあふれた若い女の子が好きそうな香りって、なんかイメージと違うんですけど。そんなの旅人に可愛いって言ってほしいからに決まってるでしょ。封筒は可愛いし好きだ。嬉しい。ねえ、